皆さんこんにちは、チュンスのちーチャンネルです。今回はリバーサイド長瀞オートキャンプ場、キャンプ場紹介をしていきます。では早速キャンプ場の概要から見ていきましょう。場所は埼玉県の秩父にあります。車では関越自動車道花園インターチェンジより約25分で来ることができます。電車でも来ることも可能になっています。チェックイン時間は12時、チェックアウトは11時までとなっています。ペットは可能で、ゴミはすべて持ち帰り、トイレは基本的に洋式となっています。売店、自動販売機、道具のレンタルはあります。キャンプ場自体はすべて区画サイトとなっており、基本的に車の乗り入れもしくはサイトの隣に停めることが可能になっています。料金に関してはそれぞれのサイトでシーズンごとに料金など分かれていますので、詳しくは概要欄に記載していますので、そちらを確認してください。ではここからキャンプ場の紹介をしていきます。まずは受付の目の前まで来たら、車はそこには止めず道なりにまっすぐ行ったところに受付をするための駐車場がありますので、そちらまで車を移動させます。その後受付まで戻り、チェックインをしてサイトの方へ移動していきます。こちらが受付用の専用駐車場になっています。目の前に少し見にくいですが線が引いてありますので、そちらに車を移動させて駐車をするような形になります。また受付までは先ほどの車が通ってきた道を登っていくようになりますので、車で来た際歩行者には要注意してください。ではここからサイト内を順番に見ていきます。まず最初は、はい、すぐ右側にある A 区画の中にある A の10番の場所になります。広さとしては車をサイト内に乗り入れて大型のドームテントなども設営できるほどの広さがあり、ゆったりと過ごすことも可能なサイトになっています。先ほどのサイトの真後ろには炊事場とトイレもありますので、ファミリーの方でもおすすめのサイトになっています。炊事場の目の前にあるレンガの中が買い捨て場となっています。また炊事場の後ろ側には外流しも併設されており、こちらで焚き火台などを洗うことも可能になっています。こちらの炊事場自体蛇口は3つついており、水とお湯両方使用することが可能になっています。炊事場の後ろにはトイレがあります。男子トイレは2つあり、中はすべてウォシュレット付きの洋式タイプとなっています。トイレの中はかなりきれいに保たれており、男性でも女性でも快適に使用することが可能になっています。こちらのキャンプ場、人気なキャンプ場となっているため、土日など混雑時はトイレも混み合うことが予想されるため、そちらは要注意してください。では A 区画の右側サイト続きを見ていきます。こちらが A の15番のサイトになります。 A 区画の右側の真ん中あたりになるサイトとなっており、広さ自体は A の10番同様かなりの広さがあります。 A 区画、基本的に目の前に V 区画のサイトがありますので川は見ることはできませんが、かなり広々としたキャンプを楽しむことができるのと、真上を向けば星空を眺めることも可能になっているサイトになります。 A 区画の奥の方にもトイレへ続く道がありますが、こちらは後ほどご紹介いたします。また目の前にあるこちら右側の段が上がったところ、こちらが S サイトになるのですが、こちらも後ほどご紹介いたします。まずは川側の方のサイトから見ていきますので、このまま先に奥を見ていきます。キャンプ場の一番奥まで来ると、こちらの場所から河原の方へ降りることが可能になっています。川の目の前まで降りることが可能となっており、犬の散歩や川で遊ぶことも可能になっています。河原へ降りる道の一番近くでキャンプをしたいと考えている方は、プレミアムサイトの6番がおすすめとなります。こちら右側のサイトがプレミアムサイトのソロになり、左側がプレミアムサイトの5番になります。基本的にプレミアムサイトは全て柵で覆われており、かなりプライベート感が保たれるサイトとなっています。目の前にも基本的に木が少しあるだけで遮るものが少なく、川をゆったりと眺めながら孤立したキャンプを楽しむことが可能なのがプレミアムサイトとなります。広さ自体も基本的に130平方メートル以上全てあり、大型のツールームテントなども余裕で建てることもできる広さがありますので、プライベート感を保ちつつゆったりと過ごしたいと考えている方はプレミアムサイトがおすすめとなります。ただトイレや炊事場からは少し離れてしまいますので、そちらの点だけは注意してください。では続いて V 区画のサイトを見ていきます。こちらが V 区画の一番右奥 V の20番のサイトになります。 V
V は通称ビューサイトと呼ばれるサイトとなっており、長瀞オートキャンプ場では一番人気のサイトとなっています。川沿いのサイトとなっており、目の前の川を楽しみながらキャンプをすることが可能になっているサイトになります。広さ自体も基本的に100平方メートル以上あり、ビューサイトのワイドを選べば140平方メートル以上のサイトを選ぶことも可能になっています。そのため車の乗り入れと大型のツールームテントも余裕で建てることができるゆったりとしたサイトになっています。こちらの V の11のサイトなどは基本的に炊事場までは近いサイトとなるので、洗い物などはしやすいですが、トイレに関しては少し遠い場所にありますので、ファミリーなどで使用される際は要注意してください。こちらが先ほどの V サイト、または A サイトの手前側でキャンプをされている方の一番近い炊事場になります。こちらは一番最初に紹介した受付用駐車場の隣にある炊事場になります。こちらの炊事場が一番大きい炊事場となっており、外に排水場と外流し、そして世界のアウトドア飯という自販機も併設されています。ソロやファミリーの方でもこちらの自販機を使用してご飯を簡単に作ることも可能になっています。蛇口の数に関しては6つあり、キャンプ場内混雑時でも比較的快適に使用することのできる炊事場となっています。基本的にこちらの炊事場を使用するのが A の青空サイトの方と V のビューサイトの真ん中側でキャンプをしている方が使用する形になるかと思います。そしてこちらが V のビューサイトの7番、ちょうどビューサイトの真ん中のサイトになります。こちらに関しては眺めが左側に橋があるため、先ほどまでのビューサイトとは少し違った眺めを楽しむことも可能になっています。そしてこちらのビューサイトの後ろ側には A の青空サイトがあります。こちらが A の4番のサイトとなっており、広さ自体はこちらもしっかりと保たれているため、車の乗り入れとツールームの大型テントも可能になっています。眺めに関してはビューサイトが目の前にあるため川を眺めることは難しいですが、空を楽しみながらゆったりとしたキャンプは可能になっています。こちらがビューサイトの5番、ちょうど橋の下のキャンプサイトになります。橋の下のキャンプサイトになるため、眺め的には目の前に橋の柱が見えてしまいますが、テントの設営位置さえ少し斜めに立ててしまえば、眺め自体もデメリットにはなりにくいかと思います。炊事場に関しては先ほどご紹介した蛇口が6つある炊事場が一番近い場所となります。こちらが V の2番、ビューサイトの比較的奥側のサイトになります。今回こちらのキャンプサイトにてキャンプをさせていただきましたが、車の乗り入れそしてランドロックの設営で十分な広さが保たれているサイトになっていました。眺めに関しては目の前の川と右側に少し橋が見えてしまいますが、橋に関しては比較的気にならない眺めでした。ビューサイトの一番奥の方まで来ると小川に出ることのできる道があります。こちらに関しては最初の方にご紹介した河原に出る場所と少し違ったところに出ることができるので、キャンプ場奥側でキャンプをしている方はこちらから河原の方に出るのもおすすめになっています。ドッグフリーサイトを予約している方はこちらの道からドッグフリーサイトの方へ車で進むようになります。道自体は少し細めの道となっていますので、車の運転には要注意してください。またドッグフリーサイト手前側は急な坂になっているため、車高の低い車などはそちらも要注意してください。ドッグフリーサイト自体はまた後ほどご紹介いたします。こちらから先には左側にドッグランと右側にプレミアムサイトが配置されています。ドッグランに関してはある程度の広さが保たれており、小型犬であれば十分に走り回ることのできる広さとなっています。犬連れの方はぜひ一度こちらのドッグランでワンちゃんと遊ぶのもおすすめとなっています。こちらのプレミアムサイトに関してはガールズサイトとなっており、女性専用のキャンプサイトになります。お子様に関しては小学生までであれば男の子も一緒にキャンプをすることが可能になっています。一段上がったところには炊事場があります。こちらの炊事場に関しては蛇口が3つあり、水とお湯両方とも使用することが可能になっています。排出場と外流しも外側に配置されています。ビューサイトの奥側の方や先ほどのプレミアムサイトの方がこちらの炊事場をメインで使用する形になるかと思います。こちらから先にはトイレとシャワールームなどもありますが、それはまた後ほどご紹介いたします。先に青空サイトの方をまた見ていきましょう。
こちらが青空サイトのソロ専用サイトになっています。先ほどまでの青空サイトと比べ半分の大きさの区画となっていますので、ソロの方でも大きめのテントを建てたいと考えている方は要注意してください。では一度入り口の方へ戻り、入り口から右側のコテージの方の中からサイトの方を見ていきます。入り口から右側に行くと自販機は2基設置されています。少し先へ進むと奥様が遊べるようになっている遊具が配置されています。キャンプ場内で奥様を遊ばせたいと考えている方はこちらの方まで来て遊具で遊ばせることも可能になっています。遊具に関してはブランコや滑り台などが配置されています。こちらがグランピングエリアとなっており、ちょうど星空サイトや森サイトの後ろ側になります。最初の方にご紹介した炊事場やトイレから一段上がったところになりますので、手前側の炊事場などが混んでいる場合はこちら側の炊事場やトイレを使用することもおすすめになっています。星空サイトや森サイトを使用している方はこちらの炊事場やこちらのトイレを使用するのが一番近い場所となります。ちょうど星空サイトと森サイトの後ろ側に配置されていますので、そこまで距離も遠くないため洗い物など困ることは比較的少ないかと思います。こちらが M サイト、森サイトの2番になります。一番手前側の森サイトとなっており、広さ自体はそこまで大きいサイトではありませんが、車の乗り入れと小型のツールームもしくはワンポールテントであれば十分に設営することが可能になっています。また目の前のサイトが星空サイトとなっています。こちらの森サイトに関しては周りが木々に囲まれているため、木々からの木漏れ日などを楽しみながらキャンプをすることが可能になっています。星空サイトに関しては比較的遮るものがないため、夜になるとサイトの名前の通り星空を楽しみながらキャンプをすることが可能になっていますが、車の乗り入れ自体ができなくなっていますので、サイトの目の前に車を止めて一段上がった星空サイトの方へテントを設営するような形になりますので注意してください。こちらが森サイトの奥の炊事場になっています。蛇口は2つしかありませんので注意してください。そしてこちらが森サイトの11番、一番奥のサイトになっています。周りが完全に木々に囲まれており、孤立感と独立感のあるキャンプを楽しむことが可能になっています。一番奥の方にも炊事場がありますが、こちらはおそらく使用されていない炊事場となっていますので注意してください。では一度入り口側に戻って、今度は入り口側から左側の方を見ていきましょう。入ってすぐのところに炊事場が2個あります。こちらに関しては先ほどご紹介した炊事場の方が混んでいる場合、こちらの方まで上がってくると使用することも可能になっています。そしてビューサイト、奥側の方でキャンプをしている方がメインで使用するお手洗いになっています。こちらは女子トイレの方になるのですが、中がかなり広く全体的に清潔に保たれているため、よくあるキャンプ場のトイレとは違い、女性の方でも安心して使用することのできるお手洗いになっています。他のトイレに比べ一番広いトイレとなっていますので、混雑時でも比較的使用はしやすいかと思います。また鏡なども設置されていますので、女性の方はこちらのトイレがかなり使いやすいかと思います。女子トイレの反対側の奥には男子トイレも設置されています。男子トイレの方に関しては女子トイレほど広くはありませんが、かなり綺麗に保たれていました。そしてトイレの後ろにはシャワールームがあります。手前側が男性用シャワールーム、奥側が女性用シャワールームになっています。そしてシャワールームの間には洗濯機もありますので、キャンプの間洗濯を考えている方はこちらで洗濯をすることも可能になっています。
シャワールームに関しては男性用女性用ともに朝8時半から夜の10時まで使用することが可能になっています。ただし15時から16時までの間は清掃が入りますので利用ができませんので、そちらの時間帯は注意してください。シャワールームの数に関しては男性用女性用両方とも5室ずつあり、中にトイレも入っています。ドライヤーに関してもシャワールーム内に設置されていますので、シャワーを浴びた後ドライヤーで乾かして保湿などをしてキャンプサイトの方へ戻ることも可能になっています。こちらのシャワーに関しては料金がかからず、時間内であれば好きな時に入ることが可能になっています。ただし混雑時、時間帯によっては混み合うことも予想されるため、シャワールームの使用を考えている方は時間帯には注意してください。シャワーの水圧などには問題はなく、髪の長い女性の方でも十分に洗うことが可能になっています。こちらの炊事場に関しては基本的にキャンプサイトの方が使う炊事場ではないかと思いますが、他の炊事場が埋まっている際、こちらも使用できることを覚えておくといいかもしれません。こちらのトイレがドッグリーサイトを使用している方が一番近いトイレになっています。トイレ自体も他の場所と同じくかなり綺麗に保たれており、ドッグリーサイトを使用している方が基本的に使用しますので、混み合うことは少ないかと思います。そしてトイレの隣には炊事場が併設されています。蛇口の数に関しては3つあり、水とお湯両方とも使用することができます。また外側には外流しと排水場もありますので、焚き火台など洗う場合はそちらの外流しを使用するようにしてください。こちらがドッグフリーサイトになります。ドッグフリーサイト自体は3つあり、中はかなり広いサイトとなっており、車を乗り入れて大型のテントを建てたとしても犬が走り回れるほどの余裕があるサイトになっています。犬連れの方であればこちらのサイトもかなりおすすめとなっています。ただし眺めとしては木々に囲まれているため、川を眺めたりとかは難しいかと思います。ドッグフリーサイトの後ろにはドッグランもありますので、こちらでワンちゃんと遊ぶことも可能になっています。これで今回の長瀞オートキャンプ場のキャンプ場紹介は以上となります。かなり人気のキャンプ場ということもあり、設備なども全体的に綺麗に保たれており、どんな方でも快適に過ごしやすいキャンプ場かなと思いました。またドッグフリーサイトやドッグランも併設されていることもあり、いずれのキャンパーにはかなりおすすめのキャンプ場となります。土日などは予約がほとんど埋まってしまうこともあるため、土日を狙って長瀞オートキャンプ場に行きたいと思っている方はなるべく早めの予約がおすすめとなります。今回も最後までご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。